ってやろう。太郎です、太郎です、太郎です、太郎です。やる気なし番長井上と申します。太郎さんのニューウェイさんが好きです。キュ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 、そこじゃない質問です。 F1 ドライバー、 F1 パイロット、 F1 マシーン、 F1 カー、ピット、ボックス、とスリップストリームなど呼び方が異なるものがありますが、日本では通じても現地では通じない F1 関連の用語があれば教えてほしいです。これ全部通じないよね多分すぐには思いつかないけどまあいっぱいありますよね。F1 パイロットは普通言わないですね。あ、これやっぱり日本カタカタカナ的な、日本でも言わなくないですか、もう今時。今時ね、昔のなんかF1 パイロット、うん、F1 レーサーとか、ね、F1 レーサー、 F1 マシーンも言わないですね、ほとんどね。あ、本当になんか特別な時にマシーンって、はい、すごい仰々しいですもんね、はい、基本的には F1 か。 F1 でって通じるの、フォーミュラー1じゃなくて。 F1 は通じます。あ、通じるの、うん、F1 ボックス、ピットもボックスもまあ使うけど、まあそうですね、ピットガレージという意味ではピットって言いますし、ああそういうことね、うん、ピットインする場合はボックスって言いますけど、うん、ピットガレージのことをボックスって呼ぶことはあまりないかな、普段の会話の中で。はい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 。トーとスリップストリームはまあ両方使いますね。あ、使う、うん、まあでもトーの方が多いかな最近は、うん、なんかトーっていう言葉の方がよく聞くよね、うん、言いやすいから、簡単に。あ、短いしね、うん、確かに。いっぱいありますよ、日本のモータースポーツ用語、うん、カタカナ用語ね、うん、基本的にはなんかほとんど通じない気がしますけどなんか僕一回そういうのを企画にしようと思って、はいはい、たくさんメモしてたんですけど、うん、どっか行っちゃったので、うん、またどっかでそれ企画に、うん、というか動画のシリーズにするかもしれません、うん、はい、そうね、だからカタカナ、だからこの間もね、F1 で通じない。ヨネアンが、太郎さんっていつもカタカナで読んでるよねってボソッと言ってくれたことがあって、その時に、ああそうねと、うん、思ったんだけど、英語がアルファベットじゃなくて全部カタカナなんですね。そう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 、だから英語じゃないんだよね、カタカナなんだよね。だからホワイとかなんですかホはどこから出てきたW から始まってますけどみたいな昔のなんかね、ウェアもホエアみたいな書いてあったりする。だからやっぱりこの日本のこのね、カタカナという言葉のカタカナにするのがそもそも弊害がすごい大きいよね。海外行った時にカタカナで書くのかなと思って、うん、通じると思って通じないっていうね、おかしいなみたいなだからよく言われるのはクリッピングポイントとか、はい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 、クリップとかっていうのは、うん、基本的には、まあ、概念としてはもちろんクリッピングポイントっていうのはあるんでしょうけど、うん、やっぱり基本的にみんながクリッピングポイントって日本で言うときに意味したいことは、うん、F1 とかではエイペックスっていう言葉で意味してますよね、コーナーの頂点っていう意味では。はいはいはい。本当の本当の意味ではそのクリッピングポイントってここで車キャッて向き変えてここから加速っていうポイントのことなんで、うん、ドライビング面の話だけど、はいはい、多分みんながクリッピングポイントってばっていう時の意味って多分コーナーのエイペックスなんですよ。クリッピングポイントっていう言葉は F1、うん、少なくともドライバーがこうメディアに対して喋る時には、うん、ほぼ喋ったことはないと思います。エイペックスっていう、はいはいはい、まあ、最近ミッドコーナーとかそういう言い方もしますけど、ミッドコーナー、うん、へー、そういう言葉遣いもこう誰かが言い始めて変わっていくっていう。あ、そう、それはすごいあります。どん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 言葉のトレンドというかあれは変わってるんで、まあ、だから、ね、F1 本サイトの F1 最新業界用語っていうやつ見ていただければ、うん、連載ね、見ていただければ新しい用語わかると思うんですけど、うん、ということで、まあ、一番気をつけなきゃいけないのがカタカナね。多分日本の用語は、まあ、モータースポーツに限らずですけどアメリカ英語なんですよ、うん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 、アメリカで使われている用語が基本的には英語になってるんで、日本の和製英語になってるんで、はいはい、多分マシン、ね、マシンっていうのもアメリカなんですよ。だからハース F1 チームだけは、うん、今年のマシン VF22 みたいな言い方するんですよ。はい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 、はい、彼アメリカ人なんで候補も含めて、だマシンっていうのは多分アメリカ的な表現なんだろうなと思いますけど。あれヨーロッパのチームは何て言ってる。ヨーロッパはカーです普通に。あ、カーなんだ。とかまあいろんな言い方しますけど、はいはいはい、でまあカー、基本はカーですね。イタリア語だけはマッキラなんですけどね、マッキラ、マシーン。他に思いついたこの言葉、おかしいんじゃないか、これは違う、通じないんじゃないか説のやつは、うん、普通に生活してる中でもいっぱい通じないものあるのね、カタカナで考えるとね。ローターとかあんま聞かないですよね、ブレーキローターっていうのはね。
あれもなんていうの、ディスク、ブレーキディスク、あ、ディスクね、はいはいはい、誰が考えたんだろう、カタカナで最初に考えたやつがいけないってことだよね、多分アメリカ英語なんじゃないかなと、アメリカではそう言われてるんじゃないかな、はい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 、この間そのフォード対フェラーリとか、なんかそういうのは割とちょっと入った気がした、カタカナのでいくとほぼ通じないと思ってますよね。はい、ということでございます。はい、ありがとうございました。